そういえばさ、パスカルが門開けときますよって言ってたの、ここらしいね。なんか転送で行けばいいじゃんって思って転送で飛んでたけどさ、結構パスカルの村と近かったんだね、森の国で。ついでにここにクエストくれる子がいるみたいなので、喋り方がおかしいロボ知ってるかい森の国のおかしいな喋り方。まあちょっとクエストをいろいろ消化していこうかな。知ってるかい森の国の噂を、お読みずれ、あそこのお城には初代のロボット王が残した財宝がね、眠っているそうだ。一体どんな財宝なんだろうね。一度でいいから見てみたいもんだ。まあ息継ぎって概念ないからな、ロボットには。こういう喋り方してもおかしくないのか。え、句読点使え。解析、森の国に財宝があると主張。あ、城の中にってことかな、今の言い分だと。推奨調査。あ、ちょっとちょうどいいかもな。あの城の中は鍛冶屋に会いに行きたかったんだよね。鍛冶屋がいるらしいんだけどさ、一度あの影んとこに箱があんの気づかなくて行かなかったじゃん。行ってみようかな。あ、なんか妙なとこに宝箱あんな。あれどうやって行くのかな、このヨッシー的な乗り捨てジャンプ。あ、無理か鹿を使って。あ、どっから行くんだこれ。これだな、この柱だ。ここだけ登れるようになってて、で届くよなあれ。ほいほいほい、ひえ、こうしてこうしてこうしていけた。でこっから柱の上をさ伝っていけば、うわ怖、足場ちっちゃ。届いた。あー怖い、来れた。ちょ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 、宝箱 2B 乗ってるけど檜の棒容赦なく蹴ったね、落ちちゃった。檜の棒っつった今、ごめん、ちょっと余計なことにとらわれてたわ。なんかあるとは聞いてたね、ドラゴンクエストとのコラボ武器的な。檜の棒あった。あ、エンジンブレードの下に FF コラボとドラクエコラボがあんだね。檜の木材でできたただの棒。ウェポンストーリーはあったあった。起きなさい起きなさい。うわー、今日はとても大切な日、16歳の誕生日だ。〇〇が初めてお城に行く日だったでしょ、という乱暴な母の声が聞こえる。少年はいやいや布団から抜け出す。この後王様の城に行くんだな。で、ヒノキの棒を片手に飛び出すわけだ。バラモスというやべえやつを倒してこいって言われて、棒一本で故郷を飛び出すっていうことがあるわけだね。酒場で仲間を迎えてね。あ、ちょっとな、あれ強化したいな。もうウェポンストーリー見るために強化したいな。で、森の城で隠された財宝を探すとしか言われてないな。まあなんか城の中歩いてればなんか言ってくれるかな、近くに来たら。これ以上の侵入を許さない。もういないだろう、国捨てろよ。もう見事に復活してる。この上もなんか行く方法がないんだよね。宝箱あるんだけど、あそこだったりしないかな。なんかいろいろ行く方法探したんだけどさ、無理かな。どうしても届かないんだよね。こうしても無理だもんな。そういえばここにも宝箱あったよね。これこれ、生命体の部品。ガラクタ、貴重なものではないが。ああ、これか。ここで関係あるんだ。今までね、必要ねえなって言われてたけど。あ、じゃあこれを集めろってこと。あとこの辺にあったんだよね確か。こっち、よし、ここにもあったろ、機械生命体の部品。ガラクタ、さっき見ただろ。何個あんだろうな全部で。
保管。で、鍛冶屋がいるらしい場所まで来ちゃったな。これほんと暗くて見えねえんだよな。箱だったんだね。ここで下げれば中に入れると。よし。こんにちは、森の鍛冶屋。この人はなんか国の一員じゃないの？それがしは政宗、かっこいい。鍛冶屋を営んでおる。名前を名乗る機械生命体ってのも珍しいな。アダムとイブ以外だと。あ、でもパスカルがいるか。パスカルぐらいか。いや、いるか、ちょいちょい。あの哲学家とか。ごめん、言うほど珍しくもなかったわ。珍しいって思っちゃったけど。まあでも数いる機械生命体の中で珍しいことには違いないか。あ、売ってるもんは全部買ってんだね。あのパスカルの村で売ってんのと同じだ。で、ここの鍛冶屋でのみレベル4にすることができるって話だね。はあ、意外とレベル4にできちゃうやつ多いな。やっちゃおうか。何を着たいよ。パーツも限られてるからな。あの、ヒノキの棒はちょっとレベル上げとこう。あ、でも伸びた声でなくなっちゃう。こういう時悩むよね。やっちゃうけど。で、レベル3。うわー、レベル4にもできちゃう。しちゃう。言うほど貴重なやつなかったし。エンジンブレードはどうだ。黒真珠が結構貴重なんだよな。どうしたもんかな。で、なんかね、9S は槍が向いてるみたいな話も聞くことがあるな、たまに。槍来たようかな。どの槍にしよう。これ、トゥビ編で拾ったやつだよね。あ、これいいじゃん。あ、でも形状記憶合金がちょうど2個しかないのか。まあいいや、行っちゃおう。これ強化。まあ、あと適当に強化しとこう。あ、そうだ、今持ってる普通の剣は、これも一応強化しとこうかな。黒の制約か。9S が最初から持ってたやつ。これもいけるからやっちゃおう。レベルマックス。ん、なんだ、それにしても懐かしいな。貴殿が持っているその白き刀はかつて我が師匠も研いだ刀でな。え、あ、白と黒の。へえ、政宗の師匠が作ったの？作ったというより武具を集め改良した名工。改良したんだ。しかしその武具をめぐり数々の血が流れ、師匠はその武具を各地に封印したのだ。貴殿なら正しく扱えるであろう。封印の祠は各地に設置されている。必要ならば探してみるとよい。あの槍とか拾ったのもそのうちの一つってことか。黒と白の8つの武器ね。今いくつ持ってんだ。まあそれぞれ初期装備が1個だけどね。白と黒、契約と制約と、薬定体験、あとこの黒い太刀ってのも。うわ、完全に対になってんだな。これもなんかどっかで拾ったんだな。あとは槍。槍は黒い方持ってないね、まだ。白と黒ってのがレプリカントのあれ関係あんのかな。白の書と黒の書、そんだけか。まだ3個ぐらい残ってんだね。ちょっとヒノキの棒のウェポンストーリーが見たい。せっかく強化したから。エンジンブレードも結局レベル3まではやっちゃってさ、レベル4にすんのには足んなかったんだけど。レベル2、広い広い執務室、孤独な王は一人政務に追われていました。本当は家族を、息子を優しく抱きしめてやりたい。だがダメだ。わずかな時間も民のためにこの国を支え続けねば。結局そのまま死んでしまうんだけどね。久しぶりの親子の夕食。父を不応。だからこういうのの読み方が全然わかんない。息子に欲しいものを問いました。本当は息子と二人ゆっくりと過ごしたかったのだけど、やがて息子はゆっくりとある一振りの剣を指さします。なるほど。それでエンジンブレードを手に入れるんだね。で、ヒノキの棒。あ、やっぱ16歳の誕生日じゃん。3のやつだね。王様に会いに行く約束の日だ。いきなりの仕事だと大変だからと心配性の母親がヒノキでできた棒を持たせてくれた。こんな細い棒で何ができるのだろうか。お城への道中、母親は僕の使命の崇高さと今日という日がいかに大事かを延々繰り返していた。もう聞き飽きていたが、反論するとうるさいのでいつものように黙っている。そんな気持ちだったのか。
その時お城から同い年の友達が出てきた。精悍な眼差しはまるで未来の勇者のようだ。お互い大変だよな、親の期待に応えるってのは。俺も立派な大工になれるように頑張るよ。お前ちゃうんかいっていうことだな。オルテガの息子はすれ違った人だったんだ。なるほどね。ただの大工の息子の話だったんですね。あー面白い話だこれも。なんかあれだね、ウェポンストーリー全部横尾さんが書いてんでしょね。えファイナルファンタジーのコラボのやつもドラゴンクエストのコラボのやつもストーリーは横尾さんが書いてるっていうのでなんか話題になってたような気がする。 2B9S が乗ってないでしょ今。これはガラクタ。そう、前にここで迷った時にここにも来てたんだよね。これで3つ目か。あ、マジでこれで全部でよかったんだ。うん、財宝になる。取得された機械生命体の部品を組み合わせることで何かの鍵となる。ほほう。提案、鍵の合う扉を探す。え、この城の中で。え、あったっけ、なんか開かない扉みたいなの。あれでもここん、どこだよここ。んなんかミニマップ的にここの下がちょっと反応してるね。あ、このはしご降りてきたことなんてないかも。そういえばあれ、なんか初めての場所に来てんだ。あれこれどこ歩いてんだ、わかんなくなってきたわ。なんかお知らない場所、こんなとこ来たことないぞ。降りていい。うわー囲まれてる。それやったかな。で、あの箱たまにこういうハマるやつ出てくるような取れないアイテム。知恵の輪的なね。引いて引いて、なんだろうこの箱、なんか意味あんのかな。あ、上に戻るときに必要とかそういうだけの話。上から落ちてきたんだもんね。足場があれば戻れるけど、別にここになんか隠されてるとかじゃねえんだ。あ、別に通れんのかと思った。カメラだけは動かせるってだけか。びっくりした。あ、いや違うわ、降りてきたのはテーブルの上だからこっちはまだ行ってねえんだ。そっかそっか、ここは初めての場所だね。金庫、あれでもだからってなんもねえぞ。まあ単純にここじゃねえってだけの話か。なんかもっと下行けそうだったよな。ここ行くしかなさそうだな。で、ほほう、マップの位置もここを指してるね。あ、この扉か。へえ、さっきのパーツを組み合わせたやつが鍵になる。開いたー。うん、全く見覚えはないね。なんかいるな。ん？敵？機械生命体だ。ん？おう。王の墓。あ、すいません通ります、勝手に通ります。うわ王だ、あの時の。そりゃ厳重にもされるわな。え、ちょっとなんかこのこいつ破壊すんのも気が引けるんだけど。でも破壊しないと進まないのかな。これは墓に近づいても特に何もないし、しょうがないな、消えてもらうしかないな。悪いけど、いや、あの盾が硬いな、それにしても。あ、でもちょっとずつダメージは通ってるな。どう攻撃するべきかな。もうこういう場合はハッキングしちゃえばいいのか。それが一番。あー、めんどくさそう。よし、来た。
どんくらいダメージ通るかな。つえ一撃。最初かこれでよかったわ。でやっちまいましたけど、これでなんか発生するかな。おお、何か書いてある。我ら森の王、ここに眠ると記載、うん、記録メディアを発見、データ化および保存完了。アーカイブを入手しました。森の国の王への手紙。これが手紙？財宝。誰の？誰が書いた？アーカイブ。偉大なる森の王エルンスト、ここに眠る。あ、やっぱ名前はついてたりするんだな。実は名乗ってないだけでみんな名前持ってんのかな。ネットワークから切り離されたやつだって。王は我らが中で最初に意志を持ちし尊き者、ゆえに初代の王となる。王は他の者にも意志を芽生えさせんと自らの貴重なパーツを分け与えた。最初はしんにって読んじゃう。え？やべえ、学がないぞ。そして民に、そうしてここに機械生命体だけの楽園を築こうとなされた。私たちは王から賜ったパーツを使い、己が何者であるかを知った。それは自我と呼ばれた。自我は感情を生み出し、感情はやがて王への忠誠心へと変わっていった。しかし王はあまりにも偉大で、あまりにも優しすぎた。我らにパーツを分け与えし、王は起動することすら困難になり、やがて深き眠りについた。与えすぎたんだな。いくら体がでかくても、我らに残されし道は王のひどき御心に応えるべく永遠に平和なる国を築くこと。その決意と王への感謝を示し、ここに我らがパーツを組み合わせたチップを捧げる。王よ、あなたの思いは我らの中に受け継がれている。だからどうぞ安らかに眠りたまえ、森の国国民一同。はあ、この国どうなるんだろうな。これは何だろう、報告しに行った方がいいのかな。一応ね、あの赤子の王は破壊されちゃったけど、なんだっけあいつ、なんだっけ、 A2 だ。 A2 にパスカルの村の片言で話す住人に報告しに行けばいいのね。でも一応国民みんなが全滅したわけじゃないし、どうしていくんだろう。しかしまあ、お墓を作って弔って個人に向けて手紙を書くなんてことをするんだね。さすがにこれ心ないとは言えないぜ。ナインエス聞いてるか。で、財宝見つけてきたよ。恐れは森の王の記録。それはか。句読点使えよ。それは森の王の記録だね。じゃあ、あの護衛兵を倒してくれたんだ。ありがとう。僕は、こんな風にちゃんと喋れないんだけど、やつらはそれを理由に僕を差別してたんだ。何が森の国だ、何が森の王だ、あんな奴らはみんな死ねばいいんだ。ありがとう、森の国の奴らを殺してくれて、これお礼にあげる。歪んでた。こんな喋り方するけど、心はピュアなのかなってなんか勝手に思ってたけど。歪んでたわ。ざまみろ。お城の宝探しが完了しました。お宝はいらないの？手紙だったけどね。ほんと歪んでるやつしかいねえな。いやー、意外と近かったパスカルの村。一応パスカルに話しかけるとストーリーは進むけど、ちょっとな、クエストが消滅しちゃう恐れもあるからな。まだ話はしないでおこうかな。で、遊園地に来てみました。なにわのカップルのさ、女性の方がいるっていう情報もあるし、
あのゲームクリエイターに、あれ道に迷った、こっちか。ゲームクリエイターに渡すケーブルも見つけてきたんだよね。ヘイクリエイター、来てやったぜ。お、4色ケーブルだ。これ俺にくれる？やるやる、他に用途ないし。デバッグするぞ。オッケー、ちょっと難易度が上がったよ。バグを見つけてくれたら報酬があるから遊んでみてね。で、結局これはクリアすることじゃなくてバグを見つけるのが目的ってことなんだよね。スキャナータイプは優秀だからな。あー、あの硬いところあれなのか、当てても意味ないのか。横から撃てばダメージが通る。うん、バグか。どうやって見つけんだろう。ん？お、敵全員倒したと思ったら出てきた。戻るとなんかあるとかないか。倒して、これで敵は全部いなくなったんだな。あれ？なんだろうな、同じパターンか。さすがにそんなワンパターンじゃないよね。これにぶつかってみるとか。あ、でもなんもないな。しょうがねえ、死んでくれ。ダメか。なんですかそれは。バグを見つけてくれてありがとう。なんだよそれは。ダメージ受ければよかったの。ただ普通にうまくやっちゃってたからダメだったの。なんか無理やり敵倒さずに一番奥まで行ったらどうなるかなって思ったんだけど。なんだよね、正直もっと難易度の高いゲームを作りたいんだよな。ヘビーユーザーをターゲットにしたい。ターゲットで他のロボットは遊ぶのか。そういうわけでまた5色ケーブルが色が増えてくね。わかったよ、スパシーバ。多言語操るね。それじゃ5色ケーブルをよろしくね。砂漠の機械生命体から採取できるよ。群れの中に紛れているから頑張って探してね。採取って仲間じゃないのか。クリエーション万歳。採取っていうかさ、仲間な、まあでもそっか、ネットワークに接続されてんのと接続されてないのじゃまあ話も通じなかったりするのか。仲間とは言ってもここか。オッケーオッケー。でもなんかこの位置だとちょっと洞窟の中とかもありえるからやだな。あそこ迷うんだよ。あとこれなんだけど、遊園地廃墟に逃げ込んでるらしいというアンドロイド。特にマップになんかね表示されてるとかそういうことはないんだよね。もうヒントとなるマーカーが。歩き回るしかないが、あ、そういえばなんかそこに宝箱あったんだよね。これも編集中に気づいたわ。で、あ、これハッキングか。あれ？あれなんかこの宝箱タッチできないんだけど、なんかおかしなこと発生してる？なんか触れねえや。また来た時に試してみようかな。なんかちょっとしたなんだろう、変な感じになってんのかもしんないな。さすがにこんなとこにはいないか。隠れてるって話だもんな。逃げ込んだんだもんね。だって追ってから逃れるために。逆に入り口の方とか、あ、なんか出てない？オレンジ色のミニマップに。あそこか。ねねねね、どこどこどこ。おっ、いたいたいた。あ、全然見つかんなかったな。ここか。なんかもう服の色とかさ溶け込んでるからさ。いや、なんかすげえ走り回っちゃったよ、探して。なんで見つかんなかったんだろう。う、大丈夫ですか。う、損害箇所が多い。
でも修復できない傷じゃない。このアンドロイドの修復には形状記憶合金が必要。あれ貴重品じゃん。ちょっとしか持ってなかったの俺使っちゃったよ。鍛冶屋でここで少し待っていてください。すぐに素材を集めて戻ってきますから。マジで？